はい、もう一回、結構虫歯がね。はい、ただちょっとめっちゃ熱くなってるな。閉じて。口は鍛える以上にね、見えねえ。まあちょっと失礼ながら、はい、全体的にいいんですよ。根元が磨けてないね。はい。だけど君がさっき言ったろ。はい。なんで今日来た？その見た目がちょっとあれだなと思って。いつからそれ気になる？ついこの間気づいて。なんでついこの間？これ短期間になる虫歯じゃないよ。君はおいくつ？25です。だけど。その気になったのは何？理由。たまたま鏡を見ちゃった。その、久しぶりに歯磨いたら出血したから、それで。久しぶりに歯磨いたらっていう表現してるけど、はい、前はゼロ？ゼロってほどじゃないけど、その、本当に前回歯医者行ったのが5年前ぐらいって言ったじゃないですか。はいはい。そのあたりからちょっと歯磨き毎日してる感じがあんまりなくなっちゃって。ああ、そういう人に聞きたい。僕ね、ご飯食べたらフロスってわかる？糸ようじね、歯間ブラシね、はい、歯磨きしないとこうなんか落ち着かないんですよ。まあ、フロっていうのもあるんですよね、入ってたんでね、はい、中がネバネバする、はい、で君の口の中ネバネバしてると、はい、で君のね、歯と歯茎の境目に虫歯がいっぱいきてる。ああ、これは普通の虫歯じゃない、はい、歯医者さん教えてくれ。これ通称卵泡のカリエス、はい、別名ペットボトル食、ポカリセット、はい、アクレアス、はい、コーラ、はい、ヤクルト、缶コーヒー、飴玉、チョコレート、これらをダラダラ飲んだり食べたりしてる。なんか心当たりございます？飴です。飴ダラダラ食うよ。ダメよ、はい、キシリトール飴とかはあんまりないかな。ガムしかないかな。やっけ、飴何味が好き？龍角散のど飴。ああ、喉が渇くと？喉が痛いと？喉が痛くて。あ、やけん、それは失礼な表現と、飴で癒すんじゃなくて、はい、お水で、はい、くるくるって、喉が、どんな感じがする？君の表現で言うと。喉が。喉が渇く。喉がカラカラ。なんだか、喉が意外が。意外がですかね。うん。あ、でも最近はちょっともう別の方法をやったので、そんな舐めることはないんですけど。別の方法は何ですか？龍角散を粉にします。どういうこと？あ、粉あんの？あ、はいはい。それじゃあ飴玉をダラダラ飲むのと舐めるのと龍角散のその粉を飲むのどっちがいい状態？粉ですね。そう、飲んだらどうなると？飲むって一回カーって飲むやろ。はい。そしたら潤いが維持されると、意外がなくなると。まあその、まあ、不快感、その意外がとかちょっとまあ緩和されるというか。まあそれはそれでいいんじゃない。ただほら、強制じゃなくて、はい、その意外があるちょい前に水でガラガラガラとうがいしたり、はい、緑茶、カテキンっていうのが入ってる殺菌作用あると、はい、ガラガラって飲んだらいいよね、はい、君なんか持病ある？まあ、ないです。ない。いつからその喉の意外がある？そうですね、引っ越してからなので多分アレルギーかなと思ってるんですけど。引っ越して、いつ引っ越した？は、そうですね、2年前ぐらいです。2年前から意外がすると。はい。どっから引っ越した？は、神戸です。あれ関西弁じゃないよ君。いや、ちょっと複雑なんですけど、ちょっともともと福岡にいて、で、うん、大学で神戸に行ってそこからっていう感じ。何の勉強しようと？美術の勉強。あら、君僕の絵どう思う？美術ってないよ。どこ？大阪芸術大学。いや、そんな有名なことってたんですか？手も？あ、でも習ってたのは君の絵とか。あ、いいやん。で、それ仕事につながってる？仕事に興味を持ってたんですけど。あ、そういう話聞くよ。僕、実の先生だけ。僕の絵どう思う？すごいだね、デザインもあらせて、何もあらないんじゃない。先生、美術の勉強したんですか？いやいや、北大学です。大学6年間行くんですけど。
でもなんかそれに携わった君最後、最後に仕事しとった大人になって一回もしてこないバイトは最近ね、うち実家の洋服着たセリアのお兄ちゃんが死んだ亡くなったね。君は猫何系な、いや、なんて言うの、なんの、なんて言うの、猫やろな、なん、なんて言うそれよく知らんけど。まあ、雑雑というか、まあ、保護猫なので。あ、保護猫？保護猫どうやってもらうと？保健所にもらえると、まあ、ネットで誰かもらってくださいね。近所の人からいるから。近所の人からいる。どこの近所よ、こっちの。あ、はい。うん、君今実家、はい、やけん、要は、君がどうありたいか。ここが、ここが気になるとですって言ってくれた？どうありたいか、君が。一本でいいのか、それとも、めっちゃ綺麗にしたいのか、どう思う？まあ、できる限り綺麗にはしたいんですけど、でも、ちょっと今、持ってるお金がそんなにないので。そういうこと、それを君が、君のバックボーンを聞いたろ、はい、普通に考えたら失礼な話をずっと聞くけど、失礼ねって言ってネットに書いて、あのネット確認しとけね。ここはやばい配達書かれてんや君ギャーギャー言いに来て家にね僕も言い出して鏡見て鏡、はい、で左で持って右手でここ気になるなって指さしてここのところとか、うん、そうそう、はい、いや直接触らんときベロベロ、はい、こっからここって言ってまずよ今見えてる範囲 そう、はい、そういうことよ下の歯閉じてはいヘリクツやけん僕ね、はい母音って、アイウェオ。あ。そう。いやいや、中を見るんじゃないよ。鏡を見て。はい。鏡ね。あ。あ。これがね、あ行ね。はい。いい。いい見えろ上の上の、はい。下の歯見える君。虫歯ね、君、歯と歯茎の境目になってるんですよ。はい。歯と歯茎の上の歯の虫歯が見えるやろ。はい。う。う。え。お。お。お。やけん、い。い。え。え。が見えとるだろ、はい、ということは糸切り歯から糸切り歯かなと思っちゃう鏡見て、うん、はい、こっち見てこっち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 顔こっち見てこっち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 はい、はい、鏡見て顔見たものいいして、はい、この 1,2,3,4,5,6 の根元がはい要はこの6本やろはいでも一番右上2番が、はい、結構ごっつやろ、はい、君が今から常識的な範囲で言ってくれるお金で僕は考える、はい、本当は全部してやろうと思ってるもん、はい、頑張って来ようと思ったよ、はい、うちの存在はどうやって人と近くだから今ネットで検索して、評判か頑張ってますどう今の調子おだてりおだてりとかどん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 サービスしようどう今のこの僕の約10分ぐらい喋ってる内容。まあ、そのいろいろそのさっきの言い方でした。はい。でも、そんなに深い感がないので、ありがたい。あ、そう？まあ、深い感というかね、大体接触する先生でよ。ああ、そうです。でも言うたってしょうがないやん。なっちゃってるの。これからどうあるか。なんで、ここまで落ちたんで。よう書いてあるネットに。要は夜中まで暇やろ。はい、夜中、田舎やと絶対いるわけじゃないと。はい、ただ、うちの病院の口コミも見るけど、他の病院も見て、何をみんな、患者さんは、何を求めてる、何を不快感を持って、それを毎日見て、それをどんどん他の病院とかうちの病院の悪評を改善していくのは、最高の歯医者さんだな。だからって、うちはやけん、要は、もうやってやろうと思ってるの。人件費がないけんって聞いて、うわ、一人でやってるやべえじゃなくて、人件費を払おうと思ったら、いっぱい出るしかない。昔100人だったよね。僕の喋りどうこの生卵早い隣の客はよく書く客だどう早い喋りついてこれてるわからんかったらちょっと早いですもうちょっとゆっくり専用カメラマン聞いてみるこの会話に専用カメラ好きなゆっくり喋る人おったろそんなにできなく当たり前だが、まあ、ネタやろネタもうあの歯医者会のさんまさんって言われてということで僕はもう6本してあげようと思ってる、はい、でプラスチックつけたら、はい、がっつり綺麗になる驚きと感動を君に与える、はい、必ず、はい、したら
グッて噛んだらストレスがあるやろ今、はい、ハイパスで、はい、ピンって飛ぶときあるの、はい、カバンも猫ちゃん、これなんかブランド、いや、たまたま可愛かったよね。簡単な虫がやったら勇気出しすればもうこれで終わってた。左上一番、驚く感動はあなたの名誉か、はあ、ドナット左上一番分かる、左上一番ここ、はい、はあ、なるほど、ドナット綺麗になりましたね、はい、痛かった今、いや全然、はい、どう僕の技術手やったらここ、はい、はい、左側、1、2、3、4、5、今の痛かった？ちょっと痛いところありましたけど、まあそんなに。今は？ Now。 全然染みたうがい、いや、そうやろ、はい、OK、あと今度は右側行く、右上の4番、5番の根元が結構ごっついにしてくださいよ、くらしく、ほくらしく、はい、うがいして染みた？ちょっとだけ染みました。何パーセント？2%ぐらい。どこが染みた？どこ？右じゃなかった？こっち側の方が、いや、こっちで下の方？いや、上染みた、はい、後でまた染みた、はい、突き閉じて、うん、あ、噛んで、はい、すべて終わりました。右上5、4、3、2、1、左上1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10本1にしました。はい、鏡見て。驚きと感動はあなたに。おー。どう？気になりました。どうですか、この僕の技は。すごいです。すごい？はい、はい、満足度、マックス100、何パー？じゃあ100です。今日のほら、僕の勉強、今日の資料、説明、内容、病院の理念、どう？素晴らしい。素晴らしい。はい。君。会社怖かったんやろ。はい。この概念どうなってる君の中で今。まあそんな怖くないかなと思いました。そんな会社ないよ。はい、鏡もう一回見て。はい。でね、めっちゃ綺麗だと。はい。こっち見て。君の口めっちゃ小さいよ。開けて。はい。ほら、こうしてめっちゃ硬いに柔らかさがない。はい。あーってして。軽いに。じゃあ、鏡で説明しとくよ、はい。口開けて歯磨けろ。はい、歯ブラシが入らんときに、はい。歯ブラシ入れたら口閉じると、閉じて。はい、緩むと。はい、分かる、はい、これでゴシゴシしていくの。はい。じゃあーってして。ほら。あ、閉じて閉じてって言ったろ、はい。いや、閉じてって開けんと入らないやろと思ったんだけど、あーって。開けたら君の口が小さすぎて、はい、もう中も見えん、機械も入りづらいけど、硬いと。はい、だけど歯ブラシを入れたとき、はい、口を閉じて。ただ緩むと、口輪筋が。はい、胸筋と口輪筋が。口輪筋と胸筋が緩むけん、はい、口を閉じて、もうこう、もしもしにしてみよう。はい。わかった？はい。で、今日は上に行きにしたけん、はい、あとは君のご都合で。はい。はい、もう一回ファイナルうがい。うがいしてください。はい。君ないかどうか。大丈夫？はい、大丈夫です。うがい、数字で答えよ。君何番？ゼロです。ってこと、左上がちょっと染みたっていうのは大丈夫やろ？あ、もう大丈夫。それたまたま刺激よ。はい、あと、噛み合わせ。人は座って噛むって言うけん。噛み合わせ何パー？大丈夫？はい。舌触り。ザラザラって何点？大丈夫？ここ出たら緩やあ、ちょっとザラザラしてる分には。まあ、許容範囲ならご飯食べたら守ってけん。あんまり研磨しとったら染みるけん。はい。あと、染みてたって言うけど、今染みないやろ？常温で。はい。でけん、今日からプレゼントしたら染みてしろで。はい。噛み合わせみたい。はい。で、相談の電話せんで、よう喋るやろうけど、はい、テンション上がるけん、はい。来るっていう電話しかせんで。はい、こんな感じで気楽に来れるようにみんな環境にしとくね。わ、はい、かった？はい。はい。ここまで来て、満足度何パーセントですか？100で。ありがとうございました。終了。